すべての姫路市民が驚いた待望の OO シリーズ第2弾。姫路市民がおおという姫路クイズ。これは昭和36年1961年の姫路城です。写真をよく見ると天守から三の丸広場まで長い構造物があります。これは一体何でしょうか？三択です。 A 子供たちに大人気姫路名物大滑り台、 B 姫路から宇宙へロケット発射台、 C 昭和の大修理で仮設された工事用桟橋。正解は C です。昭和の大修理の際、資材を運ぶために天守と三の丸を結ぶ200メートルの桟橋が仮設されました。昭和の大修理は昭和9年に開始されました。戦争での中断があったものの、昭和25年から再開され、昭和39年に完了しました。戦後は14年間も姫路城の修理をしていたので、当時の市民はえらい長いこと工事してんなぁと思ったでしょう。平成の大修理は5年半の工事期間やったけど、昭和の大修理は30年間も工事してたんやね。木造建築の耐久は50年くらいやから、次の大修理は2065年くらいとちゃうかな。クイズは全部で5問あります。では第2問いきます。姫路城の北西にある大学についてのクイズです。姫路獨協大学は昭和62年1987年に開学しましたが、大学ができる前、この場所に何があったでしょうか？3択です。 A 地域の公民館、 B 小学校、 C 農業関係の施設。知らんし、難しいわ。ヒントちょうだい。ではヒントです。これは各年代の空中写真です。左の写真を見ると広い範囲で工事が行われたことがわかります。中央の写真を見ると敷地内にいくつかの構造物と、右下に田んぼや畑があるように見えます。さあ答えは？正解は C 農業関係の施設です。これは昭和42年1967年の地図です。中央に県立種畜場とあります。各年代の地図です。一番左の地図の田んぼと山の部分に、次の年代では県立種畜場、そして姫路獨協大学となった変遷がわかります。私の想像ですが、中央の建物には事務所と鶏小屋があり、鶏の研究をしていたのではないでしょうか。戦後に鶏の病気が流行って鶏が全滅したという話を聞いたことがあります。高度経済成長期を迎える前は多くの農家で鶏を飼っていたようで、私が子供の頃はいくつか鶏小屋が残っていました。また地域の歴史を図書館で調べると、田んぼを耕すために農家では牛を飼っていたので、牛の研究もしていたかもしれません。右下の田んぼでは稲の改良をしていたのでしょうか。数年前に米の種類が日本晴れから日の光に変わっていましたが、背が低い稲の方が台風に強いので変えたそうです。第3問。諸社ロープウェイから川沿いに南へ約2キロ進んだ場所からの問題です。
この先は少し上り坂になっていて、すぐに下り坂となっています。川に沿った道路は通常平坦な道が多いのですが、なぜここに坂があるのでしょうか。ズバリ答えてください。ヒントです。側面からの様子です。黄色が坂となっている部分です。再び上空からの様子です。黄色が坂となっている部分です。さあ答えは。正解は、橋を架ける計画があるためです。姫路市の道路計画資料を見ると、この場所は今後整備予定の都市計画道路となっています。左側の道路が周辺と比べて幅が広くなっていることがわかります。対岸にも道路予定の土地があります。対岸の側面にも坂があり、橋を支える土台と川からの高さを稼ぐため、両岸にアップダウンの坂があることがわかります。私はこの道路を通るたびに、横から流れてくる川がないのになぜ坂になってるんやろうと思っていました。ある時、右側の道路を通行していて同じような坂に気づき、橋の計画があるのではと調査しました。この工事の優先度は低いようで、何年先にできるかは分かりません。Hey! Let's go!男山からの出題です。頂上から見る姫路城の眺めは、世界遺産姫路城10景に選ばれており、3つの古天守を含めた連立式の天守群が鮮やかに迫ります。山頂には男山排水池公園があり、山の中腹には男山八幡宮と千姫天満宮があります。さて、この山の西あたりには何かがあります。それは何でしょうか？おお、なんか漠然とした問題やな。ヒントなしでいきましょう。答えは、レンガの壁です。実は山の中にレンガの壁が結構な規模であります。 Google マップで確認しましょう。これが壁の一部分です。昔レンガ関係の工場がこの付近にあったようですが、詳しいことは分かりません。文学館方面への道の途中にもレンガの壁があります。無類のレンガ好きであるかっちゃんチャンネラーの皆さんでしたら、レンガの壁の味わい深さを分かっていただけると思います。ヘイ、みんなでレッツゴー。姫路城車門から西方向へ西国街道が伸びています。この西国街道の近くに日本一の何かがあります。それは何でしょうか？
ヒントです。こちらの画像の中に答えがあります。さあ日本一の何があるのでしょうか。答えは日本一短い橋です。長さは約90センチ。橋の歴史は古く、江戸時代の1754年に周辺の土地整備とともに橋が架けられたようです。今は道路と同じアスファルトですが、当時は石橋だったのでしょう。西側の石に境橋と刻まれています。辰野町と吉田町の境に架けられたからでしょう。日本一短い橋、90センチより短い橋はありそうやけどな。用水路にかかってる蓋やったら90センチより短いんちゃう。そもそも橋の定義は何なん。ざっくり調べたけど、はっきり書いた法律は見当たらんかったわ。道路法では自治体が点検する義務があるのは2メートル以上の橋みたいやわ。なるほど。この橋は歴史があるし、欄干が残ってるし、これは日本一短い橋やわ。こちらの橋は以前の動画のコメント欄で情報を提供していただきました。ありがとうございました。この度は姫路クイズにご参加いただきありがとうございました。今後も姫路の地理や歴史についての動画を配信していきます。チャンネル登録をしていただくと、私の動画が皆さんのおすすめ動画に出てきやすくなりますので、ぜひご登録をお願いいたします。チャンネル登録数イコール動画制作意欲ですので、ご協力をよろしくお願いいたします。コメント欄にクイズの正解数や思わずおおといった場所などご自由に記入してください。ではこの辺りで失礼します。かっちゃんチャンネルでした。